を拡張し、g p ゾーンを表した。図 g p ゾーンは、時効効果型アルミニウム合金において、時効過程で、母小中に現れる、溶質原子の集合体である。1938年、A グィニアと GD プレストンによって発見された。時効初期の ALCU 合金に、単色 X 線を照射した時、ラウエ反転に見られる。 異常な線状模様の出現を解釈したものであり、発見者である両者は別個にこの線状を認め、これは母賞の001面上に平面上の CU 原子の変積が生じることによるものであるとした。名称は彼らの名前にちなんだ名前となっているが、発見からしばらくの間は集合体を表すアグリゲート、クラスター、コンプレックスなどが用いられ、 日本では、偽式出物と呼ばれることもあった。GP ゾーンの名称をつけたのが誰なのかは定かではないが、1939年にアメリカ材料学会によってシカゴで行われたシンポジウム、シンポジウムオンプロシピテーションの記録のエイジハードニングオブメタルズにある論文ではすでにこの名称が見られる。しかし、 フレデリック・ザイツによる1943年発行の書籍ザ・フィジクス・オブ・メタルズにはギニア・プレストン・アグリゲートとされており名称が定着したのは戦後かなり経ってからではないかと推測される GP ゾーンは平行状態図に現れない不安定症であるしかし積質症が極めて微細であるために手にの移動に対して大きな障害となるそのため これができた段階で材料は非常に硬くなる。その後さらに石質が進むにつれて石質症は次第に大きくなる。この時石質症はまだ転移の移動の障害物として作用するものの転移はその障害物を回り込む形で通過できるようになる。すなわち複数の石質症が並んでいるところに転移が達した時、 石室症にぶつかるところでは、転移が動けないものの、石室症の周囲を回り込むような形で転移は、前進する。ここで、石室症を回り込んだ両側の転移は、逆符号となっているために接近して消滅する。結果として、石室症の周囲に転移線を残し、その他の部分の転移は前進することができるの。バイパス機構、オロワン機構。このことから、 石質症ができた段階では、材料の硬さは硬くなるが、時効が進みすぎ石質症がある。程度以上大きくなると、かえって転移が動きやすくなるために、材料の軟化をもたらす。発見の節では次の通り、特徴の節では次の通り、ありがとうございます。